っしゃパ、はい、どうも立て武蔵協会でございます。生きております。激辛後に生きております。そして腹も減っております。大丈夫です。というわけで今日は夜ご飯にちゃんとした食べ物をね食べようかなと思ってます。はい、でもそれ用意いたしました。胃は少々ダメージを受けておりますが、優しいそうめんとぶっ込みチキンラーメン、全然優しくねえじゃねえか。では腹減ってから米食いて、米食いたい。はい、ありがとうございます。まあちょっと作り方は後で言いますけども、まあ先はね一杯だけいただいて、今日も先ほどまでゲームしておりましたので、あのただいま9時なんですけども、あのネットフリックスでも見ながらダラダラしようかなと思ってます。進撃の巨人も随分と溜まってますんでね、見てないんで、はい、というわけで本日もお疲れ様でした。乾杯。ちょうど1時間ほどねお風呂に浸かっておりました。でこちらの方はですね、何が入っておるかと言いますと、そうめんを2杯茹でまして、めんつゆ、ポン酢、液中華を1対1対1で、それと同量ぐらいのお水を入れております。で柚子胡椒が入っておりますね。でトッピングはあの天かすとネギとなっております。味は分かりません。でもちょっと中華っぽくしたいなと思いました。うまいのかな。いただきます。あ、いやこれ液中華ポン酢最高ですね、うん、優しいね。であのスーパーの一番安いそうめん使ってますんで、揖保乃糸ほどのねドロッと感はありませんけども、十分です。こういう混ぜてくるにはね、チキンラーメンのぶっ込み飯、まああのぶっ込んだ感じですね。あ、うまい。この2日間も何することなく終わりましたね。来週はちょっとねどうしても出なきゃいけない用事がございまして、まあそれにちょっとまあちょっとねお楽しみもあるんですけども、なもんでまあ今週もおとなしくしておりました。ね、さあ皆様もう3月も半分終わりました。もう来月から新年度ですよ。早いな。新入社員とかね、新入生とか入ってくるね時期ですよ。ちょっとなんかワクワクするやもんな。俺なんかそういう経験ないんで、もう仕事的には。まあ教育とかねあのするのも大変だと思うんですけども、上に立つ方々ね、それでもちょっとワクワクあるんじゃないですか。もうめんどくせえの方が多いんかな、どうなんやろね。また新入社員かよとか新入生かよみたいな。うまい。やってみてください。ポン酢やめんつゆ、液中華持ってる人ね、液中華一緒にして一緒ぐらい、でそれ一緒ぐらいの水で薄める。これ柚子胡椒、もう柚子胡椒はもうお好みでいいですけど、あれ入ってる方がお前さっぱりしてて、うん、変
だもんね、なんかね。夕方にはもう腹ペコになってましたよ。量的にはそんな食うてないからな、今日な。うまいな。はい、ゆっくり飲んでいこう。まあ一応これも生存確認と胃袋大丈夫ですよ報告動画ぐらいで持ってもたらいいかなと。もうちょっとそうめん食べたかったな。まあ胃袋もちょっとはバカになってますんで、あんまし慌てて食うんじゃなくて、この辺にして私はゆっくりとこの後実食していきたいと思います。というわけで皆様、週の2日目お疲れ様でございました。3月も折り返し時点でございます。頑張っていきましょう。年度末ですんでね。というわけで、パテマス業界でございました。好了。